はい、じゃあ今からね、じいちゃんの晩ご飯作っていくよ。よし、やっていこう。はい、じゃあ今からね、じいちゃんの晩ご飯作っていくんだけど、今日の食材がね、こちらね、僕の9月のおすすめでやったね、豆ダイ、イボダイだね。これね、今めっちゃ大きいんだよ。その頃よりね、もう数は取れないんだけど大きなってます。あとね、僕のね、よく干物で作ってるこちら白サバフグ、あとはさくらんぼおじさんがね、山形の送ってくれたこちら、英語って言ったかな、うん、そういうね、ところてんみたいな、そういうやつ。じゃあこれでやっていきます。はい、とりあえずね、まず味噌汁作りたいんで、鍋にお水入れるよ。お水ね、入れますと。で、ここに玉ねぎを入れるの。半玉でいいね、半玉。頭と尻尾切って半分に切ると。でね、皮を剥くよ。半分に切ると皮剥きやすいんだよね、玉ねぎ。味噌汁用なんで、玉ねぎを普通にザクザク。ちょっとここをほぐしてね、鍋に入れます。で、味噌汁のね、だしね、いつもの丸だし、これをね、ワンパック加えて、ワンパック加えて、これね、火にかけるよう、こうして、で、火にかけていきます。はい、じゃあそうしたらね、魚の方やっていくね。とりあえずね、フグ剥きますね。フグをね、いつもみたいにこうしてパチッと切って、このままね、抜いていきます。で、これをね、一回この血合いとかを洗ってきます。ぬめりとかね。はい、じゃあこんな感じでね、綺麗に洗ったら、もう本当ね、ぶつ切りでもいいんだけど、まあ、じいちゃんね、食べにくいんで3枚におろして、身だけね、味噌汁に入れます。3枚におろしてね。はい、3枚におろせたら、そうだね、半分ぐらいにしよっか、大きさは。こうするとさ、骨がなくてさ、じいちゃん食べやすいんで、こうしますね。こんな感じで。で、これはちょっとね、味噌汁の方のね、玉ねぎに火が入って沸騰するまでちょっと置いとくね、このままね。ではね、次にね、これ豆ダイね、ほんとね、大きいよ。今取れてるやつは数少ないけど大きい。とりあえず鱗があるんで、こうやってね、鱗をね、取る。もう9月の時にね、もう美味しかったんだけど、今また大きくなってね、すごくいいんだけど、もう数がね、取れないんでね。じゃあこんな感じで、とりあえず鱗を取ります。で、一回洗うね。はい、じゃあ今ね、鱗を一回洗ったんで、で、今日はね、煮付け、まあ、豆だい、やっぱりね、煮付けがいいと思うんだよね。バター焼きもいいけど煮付け、まあ、じいちゃん煮付け食べたいって言ったんで、で、こっからね、これね、ヘラ外して、ちょっと外しにくいんだね、これ。外して、あとここね、切って、こうやってね、取ればいいんだけど、このはね、もう見た目がいいんだけど、もうね、食べにくいっていうか、家庭でやるときはね、まあ、僕はいつもこう頭をこう取って、尻尾も取って、まあ、ここをこう切ってね、でこういう感じでね、煮ていきますんで、こうやってやっていきます。もう姿っていうか、頭がついた方がかっこはいいけど、やっぱり食べる時にね、この方が食べやすいのと、鍋をね、ちっちゃい鍋でもちっちゃくなるんで煮やすいじゃんね。なんで僕いつもこうするね。頭はね、あんまり自分の家で食べる時はつけないですね。一回ちょっと洗います。味噌汁の方、こうやってアクをね、玉ねぎのアクと、だしも出てるんで、だしパックも取ります。よし、いい感じだね。分かるかな、こんな感じ。そうしたらね、さっきほどのフグ、これを入れて、ね、贅沢に。よしと。で、このままね、コトコト煮て、まあ、味噌を入れたら完成。こっちはね。はい、じゃあ今度こっちでね、煮魚作っていくよ。お酒、ちょっとお水、次に砂糖だね。砂糖、まあ適量。じいちゃん甘めが好きなんで、ちょっと多めに入れとこうか。で、一回ね、これ火にかけて砂糖溶かすよ。でね、はい、じゃあそこにね、お醤油、
でね、こう沸騰してきたらこのね豆だいを入れてとね、ここ落とし蓋ね、ホイルでやっておきます。こんな感じで、次にこちらね、さくらんぼおじさんからいただいたエゴってやつだね。これね、調べたらね、おごのりっていう海藻から作る、まあ要はところてんみたいなもんだよね。あ、なんか弾力がめっちゃあるな。切った感じはなんていうか、こんにゃくとは違うね、これわらび餅みたいな感じかな、これちょっとわらび餅切ったことないけど、そんな感じだな、これじいちゃんところてん好きなんだけど、これはどうかな。で、まあ、今日じいちゃんが食べる分だけとりあえずここにこう持ってね、ここちょっとこうずらしても、あと残りはこっち置いといて、こんな感じで切ったら、ここにね付属のこのからし酢味噌、これをこの辺でやっとこうか、とりあえずこうしとこう。ここはねエゴっていうのはこれで OK で、まあ味噌汁の方もね、まあ、火が通ってるんで味噌溶いて、ここに味噌をね溶いて、でねフグの味噌汁は完成。これ子供の時ねよく僕これ食べたんだよ、この味噌汁ね。豆鯛も完成したんでね、持ってくね、お皿に。肉だけ持っとこうか。よし、はい、贅沢にフグを一杯入れてね、これで完成。よし、はい、今日のねじいちゃんの晩ご飯、フグの味噌汁と豆鯛の煮付け、あとエゴで完成。今日ちょっと寂しいけど、いただきます。はい、どうぞ。あ、フグかいの。そう、よう食べてたな子供の時に、うん、フグの味噌汁なんかな。フグをね、知り合いの漁師さんに2匹もらってきたんだって。フグ、あの3枚におろしてあるで食べやすいように。どう、フグはフグの味だな。まあそうだな、フグはフグの味だよな。うまいだろう。まあ今日ちょっと味噌控えた、この間辛いって言ったから。今日薄い、もうそんなことねえよ。どうだねえんだ。これ何してる。エゴだって。エゴなんだ。エゴところてんみたいなやつなんだけど、なんかね、おご、おごって人だろ。おごは、おごから作ったあれらしいよ。おごのりから作った、何この寒天みたいな、これ山形の名物らしい。どう、酢味噌で食って。ちょっとやけんな。やけんな、うん。あ、ところてんのが硬いってこと、うん。どう、味はどうなの。こんにゃくっぽい。こんにゃくのはしっかり身がしまんな。身がしとるんだ、うん。これ好きなの、あんま好きじゃないの。そうそんなじいちゃん好みじゃねえんだこれは、うん、あんたところてん好きなのに。ちょっと焼けよ。焼けんだ。これなんだ、わかるだろこれ。んこれ豆さ、豆うまいだろ。豆豆うまいよな。これ俺昨日も食べた、うまかった。油あるもん。これ豆うまい。豆うまいな。これだってさ、大きいもん。あんたに大きいところ残しといたなんて。3匹これ一番どれが好き。豆だい、フグ、おご。豆だな。豆ちゃん好きか、やっぱり。豆屋さんうまいからな。今日何点なのこれ。90点。90点、低っ。そんな低いんだ今日。そうなんだ、こんないいおかずなの90点。じゃあまあいいや。じゃあみんなにバイバイしたりや。バイバイ。バイバイで元気な、また。はい、今年はね、いい東西魚できたんで、ちょっとね紹介。僕のね今年の一番のお気に入り、この魚。春に知り合いからね、跳ねた魚をもらって、ちっちゃいあのまだ色が変わる前のやつをね、でそれをね飼ってね育てました。本当お気に入りで、もう品評会には出してないんだけど、本当はね出したかったなっていうお魚ね。尾の形もいいしね、ちょっとね背中がね少しだけへこんでるんだけど、まあ、あとそれ以外はねいいんじゃないかなという。とりあえずねこれお気に入りなんでね、来年大きくしてね、品評会ね参加できたらしたいなと思ってます。
はい、これがね、僕のお気に入り、2番目にお気に入りの東西ですね。どうですか、こいつは背中も綺麗な魚なんだけど、今年はね、朝早くじいちゃんとこ来てね、水変えたりして僕がねこれ管理したんだよ。蓋水槽余ってたんで、そこでね、色変わりになる前の、羽のね、跳ねた東西をもらったんだけど、そこからね、選んで買いました。これはね、うちの師匠の卵中の系統とはちょっと違う系統なんで、なんかね、師匠も欲しいようなこと言ってたんで、まあ、欲しいって言えばね、こっちはね、種用にあげようかなと思ってるんだけど、ね、僕はまあ、小引きはしないんでね、今年はちょっとね、そこそこの金魚ができたんで、ちょっと満足だったね。まあ、こんな感じでね、まあ、今日、今年の僕のお気に入り2匹金魚のね、ご紹介です。じゃあまたね、はーい。